血液の癌と言われる病気である白血病。本日はそんな白血病にまつわる人物が立てたスレを2本紹介します。まず1本目は2021年12月に立てられたスレです。白血病って診断されたことあるけど質問ある。こんばんは。診断されたってことは誤診だった可能性もある。今はもう寛解してる。抗がん剤を首から物寸したんか。首から注射されたことないよ。ほ、青い抗がん剤と黄色い抗がん剤と赤い抗がん剤をギュギュンギュギュン入れるんじゃないの。聞いたことも見たこともない。記憶にないだけかも。ごめんなさい。抗がん剤治療で寛解したの。抗がん剤も骨髄移植もしたよ。骨髄移植で完治してそう。提供者の血液型になるんだよなあれ。骨髄移植したら相手の血液型になる。よく知ってるね。白血病って響き綺麗だけど血液の癌よね。そんな風に言われてるね。血液も別に白くならないしね。記憶は性格変わった。記憶普通だよ。性格も変わった感じしないと思う。周りに聞いても同じ意見。急性骨髄性白血病。急性リンパ性。癌細胞が全身に回っても手にしないんだな。聞いたことないね。俺も白血病だったよ。お、仲間だね。今は元気ですか？急性、俺は慢性。急性だよ、慢性の方が緩やからしいね。羨ましい。俺も白血病やった。M3 だったから骨髄移植はやってない。白血病だった人多すぎじゃない。治療もその後も個人差大きいよね。今は元気ですか？元気は元気だけど。腎臓や肝臓は確実に弱ってるな。肝機能はそうだね。自分は全身に弱いところありすぎて大変。食べて寝てぐらいは平気だけど。頼むからプールとか海とか入るなよ。なんで？結構多いんだな。ね。個人差が激しいから、ひどい人とそうでない人の差が激しい気がする。結構いるんだな。お前ら過去形で言えるの本当よかったな。後遺症がひどいとあんまり笑えないけどね。副作用で髪抜けた？抜けた？ツルツル点だよ。白血病って怪我とかしたら治らないやつ？血友病。治りにくいのかな。免疫力もバグってるし、血が止まりにくいとかもある。白血病に対してこんな認識をしているスレミンもいました。移ったらどうすんだよ。あと単純にそういう病気のやつが入るの気持ち悪すぎる。お前がいる方が怖い。俺はその認識はあながち間違っていないと思う。原因不明のくせにそれでは移らないとか無責任だよな。原因不明なんだろがと。仮に治療中の俺の細胞を万が一他のやつが取り込んでしまった時、どうなるのかはデータ不足で確実なことは言えないだろ。移らないでしょ。がん患者さんと接触しても。HIV と勘違いしてた。ぬかと思った。思わなかった。治療辛くて、どうしてほしいと思ってた。そんなに治療大変だったのか。きついし痛いこともあるしね。今も別に助かってよかったことばかりじゃないよ。生きてるって大変。ハゲで気づいたの。ハゲは薬だね。原因はなんだかわからんね。職場のやつに盛られた毒のような気がしてるけど、飲み物にトルエンとかの類を入れられてもなるらしいが。薬物でもなりそうだし、体のバグでもなりそうだし。まあ、健康が一番よ。リンパ性か。家族は骨髄性だったわ。原因って何なの？うちのは未成年でなったからなおさら不思議なんだわ。相手会話することもないから謎のまま。原因わかんない。癌になって原因わかんないよね。手のと似てると思う。誰もがなる可能性のある体のバグ。同じ白血病を経験した人が集まりました。スレナイはこんな話題で盛り上がりました。どんな症状が出るの？俺の場合は全身から出血するってやつ。初めの1週間で体中にあざができ始めて血が止まらなくなる。蚊に刺された傷が塞がらず翌朝ベッドに血だまりを作った。血便だし血尿だし口からは常に血が出てるし、出張中だったけどこれはあかんなと病院行った。その日のうちに緊急入院。昔は M3 はなったら死亡確定だったけど、最近飲み薬で症状は治まる。でも抗がん剤治療は必須。これに1年かかる。大人になってからだったのか。初期症状が激しいね。そういうタイプもあるのね。自分は幼少期だったから成長障害とか体の見える部分の障害がたくさん残ってる。大人の方が完全寛解率低いよね。早く気づいてよかった。怖いな。診断された時はただ普通に体調不良だと思ってた。血液検査したら白血球数がおかしかったから大きい病院行ったよ。白血病だとハゲるってこないだ見たような気がしたが、そうでもないのか。お薬のせいだと思う。お前ら毎日白血病なってるな。半分くらいは助かってないかも。最初は吐き気とかだるさみたいなのが出るの。もう大昔だからね。完全寛解してます。原因不明の体調不良はたまにあるかな。体の不具合をお医者さんに言うけど、大体後遺症って言われるね。対処療法しかない。気づいた時の体調不良ってどんなんだったの？白血病はタイプごとに全く違う病気と言っていい。俺の M3 はおそらく一番治療が楽なタイプで、全身から出血するやつ。症状が出る前に予兆があったかというと全くなかった。だるくもないし絶好調とすら思った。ただあざで体が黒くなってった。他の白血病でよく聞くのがめっちゃ疲れる、立ってられないぐらいって聞くけど、俺はそんなのなかった。全く記憶にない。親に聞いたら普通にインフルエンザとかひどい風邪くらいに思ってたらしい。以上です。
続いてのスレは2022年6月に建てられたタイムリーなスレです。なんか質問ある？普段から人工甘味料系の食品どのくらい食べてる？ほぼ毎日ジュースとかモンスター飲んでたし、コンビニのものばっか食ってね。でも家のご飯もちゃんと食べてたよ。悪いことは言わないからみんな化学物質の多い食べ物は、やめて健康に気をつけて。素直に手料理食えと。無理して、手料理しろってわけじゃないけど、コンビニとかの回数は減らした方がいいかもしれないよ。俺は、生まれつき体が弱かったからなったかもしれないし、健康の人なら大丈夫なのかな。白血病って障害者手帳もらえる。すべてママンに任せてるからわからん。今治療中。今治療中やで。どんな症状？頭がはげる。必要やったら写真撮ろうか。もう抜けた。だけは未だに健在。勉強とかどうしてる？今は、学校のパソコンでリモート授業やってるよ。池江璃花子についてどう思う？本当にすごいと思う。俺、実はサッカー推薦で高校行ったんやけど、小論文でも池江璃花子選手のこと書いたよ。池江璃花子さんは白血病を克服した水泳選手です。スレ主に対し質問が続きます。治るん？治らない人もいるかもしれないけど、俺は絶対治すし。7位。何県に住んでる？特定されそうだから九州とまでは言っとく。やはり抗がん剤は吐き気すごいんか。結構みんな吐いたりしてるけど俺は、あんまり吐かないし、サッカーの練習の方が全然きつかったから、あんまりきついとは思わないよ。中堀ゆき子さん知ってる。ごめん知らない。寿命何ヶ月？やめてー。7位よ。去年の11月ぐらいに推薦もらって、白血病って分かったのが1月の終わりぐらい、高校の先生は、待ってるから絶対治すんだよって言ってくれたよ。今は昼休憩。今日は、骨髄注射ってのがあって、麻酔から覚めて暇だったからすれ立てたよ。明日は普通にリモート授業があるね。あら、移植したのか。家族から骨髄もらったの。まだ移植ではないよ。あんまり詳しくないけど骨髄の中に悪い奴がいるか見たんだと思う。頑張って治してサッカーやろうぜ。ありがとう。早く病気治してサッカー楽しみたいよ。スレ主がここでこんなアップをしました。これで証拠になるんじゃないかな。爪綺麗だね。ありがとう。でも顔はダメなんだ。自分でもわかってるけど武者行く。早く治して青春しなさい。ありがとう。俺も早く青春したい。武者行くだけど彼女欲しいな。救世。救世だよ。白血病って辛いの。俺の恩師が白血病で亡くなったけど辛そうな姿は見せないようにしてくれたのか、普通だったけど。他の患者の人は結構きつそうだけど、俺はサッカーの練習がきつすぎて、よっぽどじゃないときついとは、思わないんだ。でも、薬の副作用で水炎になっちゃったんだけど、その時は結構やばかった。60にはバカなのか。病に楽なんてないぞ。周りに気を使って辛いの抑えてたんだろう。タコをつけられてるだけはある。お気遣いありがとう。でも俺は、意外とメンタル強いから、何言われても大丈夫なんだよね。62さんは率直に気になったから質問したんだと思うし、他のみんなも返信は遅いけど、どんな質問でも受け付けるよ。そうか辛くない人もいるのか。俺の恩師も定年されてこれから余生を過ごすぞって時に患って、一年せず旅立たれたからせめて苦しまずにって思ってたから、みんながみんな必ず苦しむってわけじゃないならよかった。病気食がめっちゃまずくて食べれないんだ。もう4日間断食。良くなること祈ってるよ。ありがとう。見ず知らずの人のことを思えるなんて素敵な心の持ち主なんだね。スレミンの中には白血病に対してこんなイメージを持った人もいました。なんでスポーツ頑張ってるやつって白血病になるんだろうな。なんか関係あんのかな。なんでだろうね。俺の率直な意見なんだけど、白血病のきつさに耐えられる人がなるんじゃないかな。うまく言葉に言い換えられないや。スポーツドリンクに入ってる人工甘味料が原因かな。スポーツしたら早、にするやんそれ。人工甘味料と骨髄の血液生成にどんな関係ある？俺が言いたいのは人工甘味料じゃなくて化学調味料なんだよ。確かに健康な人から見れば、なんで人工甘味料ってなるかもしれないけど、俺からしたらそれぐらいしか原因が思いつかないんだよね。だって人工って結構体に悪そうじゃん。でも化学調味料バンバン使われてた時代に生きた今のお年寄りは長生きだぞ。まあ確かにそうだね。単純に俺が生まれつき体が弱かったからかな。単純に俺の運がなかっただけかも。俺の弟も大怪我したし今年は厄年だね。それか呪われてんのかな。人工甘味料と白血病に何の関連性があんだよ。科学的根拠はなくてもちょっとは体に悪そうじゃない。俺もそれ以外は普通の生活してたし、思い当たるのはそれぐらいなんだよね。それとも毎日お何がダメだったんかな。このタコやべえやつだ。いろんな人の意見が聞けて面白いよ。さっきまで麻酔で寝てたんだよ。闘病中のスレ主にこんなコメントを書き込むスレ民も現れました。今時は白血病は決して不治の病ではないからな。俺の弟は30手前でいきなり聞いたこともない難病にかかって、8年戦って一昨年亡くなった。理不尽なことかもしれんが、それが人生ってもんよ。良くなったら次は童貞卒業だな。病気は治せそうだけど、童貞がな。俺顔がひどすぎるんだよ。俺が住んでたところは結構ベトナム系の人たちが多くて、サッカーの練習帰りにベトナム系の人たちに君、中国人、韓国人、日本語うまいね、って言われたんだよ。
中国人や韓国人の人たちには申し訳ないけど、そんな感じの顔なんだ。無職だけど頑張れ、必ず打ち勝てる。ありがとう。健康に気をつけてこれからも人生楽しんで。九州住みか、熊本から応援しとくわ。おう、九州男児。熊門って可愛いよな。今度熊門に会いに行くわ。おう、いつもどっかに行ってるが、熊門スクエアで張り込めば多分見れる。いつか熊スクで会おう。順調なら良いがもしもの時は九大病院に行け。今いるで。ならまず治る。そのあたりの血液内科は九大が圧倒的だから。おう、詳しいですね。早く治るよう頑張るでー。ドナーのあたりいたらいいんでしょ。日本提供強制にすらいいのにな。血を分けてもらえるだけで感謝やけど、内心ギトギトしたおっさんの血は入れたない。筋肉質で超絶健康的な俺の血を分けてやろうか。ありがとう。でも俺よりもきつそうな人たちに血を提供してあげて。白血病って癌みたいなもんだから、運動やってる、代謝が良い人、だとなりやすいんじゃね、知らんけど。俺めっちゃ代謝いいよ。ご飯食ったらう、こすぐに出るし。学校までめっちゃ近いんだけど、着いたら服がもうびしょびしょ。それ徘徊してて落ちてた画像だよ、もっと昔なら。ID つけて送ってくれる女神ビッパー多かったんだがな、深夜女スレでお願いしてみろ、送ってくれるやついるかもよ。マジか、もっと早くビッパーに目覚めてれば。みんな巨乳が好きだけど俺は貧乳が大好きなんだよ。病院生活のスレ主にこんな質問も書き込まれました。今制限あるけど食べたいものは。一時退院した時にラーメンとか食べれるけど、まだ生ものは食べれないんだ。見ないと本当に入院してるかわからない。皮かぶってるから恥ずかしい。癒着してんのか。成長期に向いとかないとダメだぞ。ちゃんと剥けるけど、いつもはかぶってる。じゃあ常に外に巻いとけ、癖になって剥ける。でも気筒がパンツとかに当たったら痛くないですか。仕事頑張って、やっぱ剥けてた方がいいの。痛くてもいいだろ、甘えんな。爪めっちゃ綺麗だな。ネイルしやすそう。ありがとう。女の子と話した時大体爪の話。立つと何センチしてる。立ったら15ぐらいで結構太い。病院だったら尿検査があるからしたくてもできないんだよね。我慢してる。ち、子がでかくて悩んでるんですけど、小さくする方法ある。へそ側から垂直27センチが、でかくも小さくもない一番いい大きさ。15は小さい方だから、あまり気にしなくていいよ。下にしたら膝までいかないでしょ。よかった。病気になる前友達と結構戦闘とか言ってたんだけど、お前、でかくねとか言われてたから気にしてたんだよね。あと俺の息子結構黒いんだけど、肌色とかになんないかな。それと、1型なのか2型なのか、それが問題だ。先生の話全く聞かないからわからん。俺の友達は20歳で白血病になったが、33歳の今も元気に生きてる。白血病だった友人が元気なら、何より。以上です。皆さんは白血病についてどういった印象をお持ちでしょうか。